ムシムシ。あ、無事。え、これも文句なしですよ。やったやったー、ハルと私でやりたいと思います。はい、さあ、まあ、曲と指令はこちらです。曲は、リゼロコラボにちなんで、アフターグローカバー曲リルー、指令はハードで340コンボかエキスパートで400コンボです。さあ、コンボの方が来てしまいました。コンボかー、コンボちょっとエキスパートなんだね。27だからね。27はちょっと、ね、そうね、ちょっと難しいよね。じゃあ皆さん、やっぱお部屋を作ってください。難しいのが見たいな。難しいのが見たいなって。難しいのがお客さんは見たいだろうな。かわいい声がすごいなんか風から聞こえてきますけど。聞こえるね。見たいです。そう、大好き。お客さんの声も見たいって。入ります、入ります、入ります。じゃあ、はい、番号の方発表します。163、はい、ごめんなさい。エクドハルさんが206。いや、2006の間違いじゃない。何の曲やってたんですか。なん、どこの曲だ。10分あったもんね。ねえ、10分じゃん。この曲は親呼びもピキピキですね。はい、ということで、はい、珍しく、あ、いや、バンドランクアップしたんでいいですかね。バンド、いやいや、私たちだってアップしてました。いいですね、アップしてました。罰ゲームです。かもしれないよ、このガチ勢の2人は。やると思わなかったよね。ハードコンボいけると思ったよね。だってリハは順調だった、ね、そんな冷静にフルコンいけたもんだって、はい、ということで罰ゲームなんですけれども、はい、今回はライブした曲にちなんで、カメラに向かって、これからも再びこの番組を見てもらえるようなかわいいセリフ、言ってもらいます。可愛くお願いいたします。いや、お顔は可愛いよ。お顔はもう、お顔は2人とも可愛いよ。可愛いけど、なんかテンションが2人とも全然違うな。じゃあノリノリのミックから行く。どうする？2人で一緒に。どっちから先に？ノリノリのミック。ノリノリのミック。どっちから先に行くかだけ決めてもらって。じゃあキス？どっちでもいい。ね、本当にじゃあ慣れてそうだね、なんか。やだ、怖いの本当嫌い。もう顔がもう出来上がってるもんな。やらせ具合のない方ですね。本当に嫌がれ嫌がれ可愛いみたいな。面白いな。それじゃあ、萌さんから行きますか。わかりました。それでは萌さん、これからも再びこの番組を見てもらえるような可愛いセリフどうぞ。ガルパナマを見てくれてるみんなが好き。来月も再来月も私ゲストに来るからみんな見てね。チキ。あ
罰ゲームやらせがいがないメンツ。こんな工藤春さん見る日が来るとは思いません。